皆さんこんにちは。2021年5月に星野源さんとの結婚を発表した新垣結衣さん。結婚してからも長い間同居せず、2022年に入り同居を始めていますが、また別居説が再燃しているようで、さらに最近では離婚間近だという噂も流れています。そこで今回は別居が噂される理由や真相を調査しました。また出産についてもお話しいたします。2022年に入りお二人が同棲を始めたことからも良好な夫婦関係だと思われていましたが、また別居が噂されています。2022年6月に新型コロナウイルスに感染した星野源さんですが、濃厚接触者とみられる妻の新垣結衣さんは陰性でした。そのことに対し、8月に発売された週刊誌夕刊フジでは別居説の再燃だと報じています。2022年夏には星野源さんが自宅で夫婦で6時間カラオケを楽しんだなど仲良しエピソードを明かしていますが、仲良しアピールが発信されるのは毎回星野源さんからです。そのことからも2人の結婚を未だによく思っていない人たちが別居説として噂しているのではないかと言われています。またもともと過激な下ネタが大好きだった星野源さんは相当性欲が強いと言われていました。結婚前までは深夜ラジオでたびたび変態トークを繰り広げていた星野源さんですが、結婚してからは新垣結衣さんのイメージを損なわない程度に抑えていたようです。しかし妻の新垣結衣さんの多忙もある中で、星野源さんの性欲が我慢の限界なのではという心配の声も上がっており、二人の夜の営みのすれ違いが想像されることから、離婚の危機も噂されるようになったようです。そして皮肉なことに、新垣結衣さんは2023年に公開される映画「性欲」で特殊な性癖を持った女性を演じます。新垣結衣さんの過激なシーンの撮影も予想されることから、さらに夫婦間の溝が深まる懸念もされています。これらのことが原因で新垣結衣さんと星野源さんの別居説や離婚間近の噂が広まっているようです。さらに新垣結衣さんはあることがきっかけで恋愛にトラウマを持っていると言われており、それが原因で星野源さんとの関係もうまくいっていないのではと言われています。そのトラウマとされている件は元彼とされている錦戸亮さんの暴露話です。2013年頃に付き合っていたと言われる元関ジャニの錦戸亮さん、新垣が初主演を務めた連続ドラマ全開ガールの共演をきっかけに交際がスタートし、新垣結衣さんが錦戸亮さんと同じマンションに引っ越すなど親密な交際に発展したそうです。ですがそれに至るまでの背景は少し異質で、同ドラマの最終回のキスシーンで、通常のドラマのキスシーンはもちろん唇を合わせる程度ですが、錦戸亮さんは新垣結衣さんにディープキスをしたそうで、当然新垣結衣さんはいきなり舌を入れられたことに怒ったといいます。ドラマの打ち上げの席では、酔っ払った錦戸亮さんは、ガッキーとキスできてよかった、マジで気持ちよかったと発言したと言われており、その後錦戸亮さんが新垣結衣さんの口説き落としに成功し、強引な推しに負けてしまった新垣結衣さんは錦戸との交際をスタートさせたそうです。そしてそのような経緯で付き合ったことから、女性癖も悪く、錦戸亮さんには常に女性にまつわる多くの噂があったそうで、そんな錦戸亮さんに愛想をずかしたとして新垣結衣さんが別れを切り出したそうです。普通の男女であればここで一つの恋愛が終わったに過ぎませんが、以降も関係をいろいろなところで、ガッキーはこういう女だった、ガッキーと付き合っている時はこうだったとペラペラと話す錦戸亮さんに新垣結衣さんが参ったとされており、しかも錦戸亮さんは夜の生活に関しても、こんなことをしたらガッキーは喜ぶ、彼女とはどれくらいのペースで関係を持っていたと周りに暴露していたそうで、ある芸能関係者はもともとインドア派だった新垣さんがこの一件で完全に自分の殻に閉じこもってしまいました、精神的にかなり参ってしまったのではないでしょうか、仕事以外では全く外へ出なくなりましたからね、以来
プライベートの写真はたまに買い物の様子が掲載されるくらいで、地味な生活ばかりが報じられるようになりましたと明かしています。実際に新垣結衣さんはこれ以降仕事もセーブすることが多くなり、久しぶりのメディア出演となった明治のチョコレート高カカオ 72% アーモンド、チョコレート高カカオ 72% マカダミアの動画では以前よりも痩せており、販売告知ビジュアルを見たファンからは、え、これガッキー痩せすぎじゃない、水分と頬がこけて顎のラインがくっきりしたような、誰だかわからなかった、これは痩せたというよりやつれたと言った方が正しそうだ、うーん前の丸顔の方が好みだったなと心配する声が上がっていました。同時期に公開されたコーセーのスキンケアブランドエスプリークのウェブ動画では、新垣結衣さんはソファーでゴロゴロしたり、メガネ姿でお茶目な表情を見せたりするプライベート感あふれる姿を見せており、こちらは前髪も下ろし、いつも見る新垣結衣さんのイメージに近いものですが、やはりフェイスラインがくっきりとしていて痩せてしまった印象が強くなっており、インタビューをしても最近はあまり感情が伝わってこないという話を聞きます。以前は元気で表情も明るい感じでしたが、今は全く印象が違いますね、恋愛していない感じがひしひしと伝わってきますと芸能記者が明らかにしています。ですがそのようなことがありつつも、同年の5月に星野源さんとの電撃結婚を発表した新垣結衣さん、その時期に結婚に踏み切った新垣結衣さんのことを考えると、相当精神的な支えになっていたのではないでしょうか。現在別居説や離婚間近が噂される新垣結衣さんと星野源さんですが、先述したことがもし本当なのであれば、別居している可能性や離婚間近な可能性は極めて低いとされますし、そもそも結婚当初から別居していたのは2人の多忙やセキュリティ面でしっかりした物件を探すためでした。星野源さんが新型コロナウイルスに感染した際に新垣結衣さんは陰性だったことについては、確かに別居を疑われても仕方ないかもしれません。しかし濃厚接触者でも陰性の結果が出ることは多々ありますし、それだけで別居を決めつける理由にはなりません。仲良しアピールをするのが毎回星野源さんだという件についても、そもそも新垣結衣さんは控えめな性格で、自分から幸せを自慢するタイプではないでしょう。星野源さんの性欲が強くて夫婦生活がすれ違っているというのも一部の人の単なる憶測に過ぎません。二人の関係について不安を煽ってしまうきっかけはあるものの、本当に二人が別居していて離婚危機にあるという確証は全くありません。また新垣結衣さんは極秘出産しているという情報もあります。新垣結衣さんは2022年末から今年3月にかけての3ヶ月間休業を発表はしていないものの、お仕事を控えている時期がありました。この間に出産していたと星野源さんと仲の良い業界関係者は漏らしています。なぜ世間に公表しないのかというと、新垣結衣さんは2022年末までアサヒビールの CM を務めていたからだと思われます。業界の暗黙のルールで種類の CM から1年は妊娠してはならないというものがあるようですが、これにより企業に気を使って妊娠および出産を公表できなかったと考えられます。もし関係者の話が本当なら、出産報告が今年末頃には聞けるはずですが、真相はどうなのでしょうか。お子さんが生まれたとなると、お二人の離婚や別居の噂の信頼度は格段に落ちるので安心できますね。今はただ続報を待つしかなさそうです。今後も活躍し続けるであろう二人を温かく見守り応援しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。